鈴鹿で初優勝ということでおめでとうございます。ありがとうございます。残り2ラップのところでこう荒川選手をオーバーテイクしてトップに出たと思うんですが、あれはもう狙い通りだったんですか？そうですね、なんか残り数周ちょっと、なかなか前に出たくても出れない状況で、ウィーク通して結構バックストレート向かい風だったんですけど、決勝が一番強かったんで、前に出ると結構抜かれてしまう。で、僕がそのスプーン立ち上がりもそんなに速くなかったんで、荒川選手が非常に、うまく立ち上がってたんで、なかなか抜けることができなくて、ただラストラップまで待ってしまうと、木端がすごい出てたんで、どういう展開になるかわからないから、とりあえず勝負かけてラスト出て、しっかり抑えるポイントを抑えて、うまく、野口選手が後ろでバトルしてくれたらうまく利用できるかなと思って、あとは最後の試験予定通り木端が出てくれたんで、ラッキーだったなと。でも、1999年に、明富士グランプリでグランドチャンピオンですね、全日本に前にここで出て、そこもトップ快走中にエンジントラブルリタイアとか、残念なリタイアがあったり、ラストラップにバックスレッドで抜かれて2位でっていう、非常に2位が多くて悔しい思いした中でようやく鈴鹿で初優勝ができて、嫌なイメージを払拭することができたんで、しっかりとこのいい流れを次戦にもつなげられるように、みんなすごい成長してきてるんで気は抜けないですけど、しっかり僕も成長できるように頑張ります。ご本人にとって少し悔しいレースでもあったかなと思うんですが、決勝を振り返ってみていかがでしたか？そうですね、ちょっと気旗とかが出てしまって、で自分の思う通りにレースが運べなかったっていうのがまず一つで、作戦ミスというか自分で走っている最中にうまく作戦をまとめられなかったことがちょっと敗因につながってしまったかなと思ってます。ただ今週通してみていかがでしたか？そうですね、やっぱりアベレージタイムをすごい気にしていて、で路面温度もすごく熱くなると思っていたの でそこでどれだけ後半強い走りができるかで、ちょっと勝負どころとかも変わってくるかなと思ってたんですけど、ウェット宣言で2周減算 で、想像よりもちょっと早いゴールだったんですけど、ちょっと最後自分のミスで後ろのライダーに前に出させてしまって、でそこで裏ストレートで勝負を仕掛けられなかったっていうのが、すごく悔しいというか、小山さんに最後の最後でそのまま逃げ切られてしまったので、そこがやっぱり、自分的には、悔しいところでしたね。暑い鈴鹿でのレースでしたが、全体を振り返ってみていかがでしたか？レースウィークの、今回事前テストがなかったので木曜日の走行からしっかり仕上げていきたかったんですけど、梅雨の時期ということで、ウェットになったりとかでこう少しセットアップを進めることはできなかったし、周りが、走っているっていう情報を聞いてたんで自分なりに仕上げていったんですけど、自分の実力不足で仕上げ切ることはできませんでした。